こんにちは、パネルクイズアタック25司会の片脇良です。問題を差し上げます、相馬ひろみです。今日もアメリカ旅行を目指していただきましょう。さあ、今日もなかなか優秀な皆さんが揃っているようですが、早速始めましょう。相馬さん、よろしく。海外旅行をするときに原則として搭乗する70赤の方結構。はい、結構です。まさにその通り。13番に赤が止まります。こういう形ですが、では次の問題です。どうぞ。ハンガリー教師局混ぜ赤の方その通り。お見事、正解です。赤の方、さあ何番。7番。そこを取ったか。さあ参りましょう。相馬さん、よろしく。ギリシャ神話でメドゥーサが首をはねられた時に、その切り口から生まれた赤の方その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。1番。1番に赤が点灯いたしました。見事角をものにされましたが、参ります。この問題どうぞ。お城の表門を赤の方その通り。よくご存じでした。赤の方、さあ何番。2番。2番に赤が止まります。こういう形ですが、問題どうぞ。キリシタンとして戦国の世を生きた細川ガラシャの地赤の方その通り。お見事、正解です。赤の方、さあ何番。3番。3番に赤が止まります。この問題です、どうぞ。他人の利益のために危険を冒し赤の方その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。4番。いやー、そこに入ってしまったのか。参ります。この問題です、どうぞ。患者の治療をする場合は診療の内容などを十分に説明赤の方その通り。よくご存じでした。赤の方、さあ何番。5番。5番に赤が止まります。さあ、角に入られたわけですが、さあ参りましょう。相馬さん、よろしく。志賀直哉武者の講義赤の方勘違いされたか。3人で参ります。この問題どうぞ。江戸時代、長崎におけるオランダ商館の館長をオランダ語で何と呼んだでしょう。白の方その通り。よくご存じでした。白の方、さあ何番。12番。そこを取ったか。赤の方、あと1問のご辛抱。この問題です、どうぞ。鈴木一郎こと一郎選手がプロ野球に入って公式戦初ホームランを打った時のピッチャーは誰だったでしょう。緑の方その通り。お
見事正解です。赤の方お戻りください。そして緑の方、さあ何番。11番に緑が点灯いたしました。さあこういう形になったが、4人揃ってまいります。問題よろしく。原子力発電所の問題の時などに話題となる資源エネルギー庁は、赤の方。結構。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。17番に入った。12番の白が赤に変わった。さあ角に飛び込むのはどなたなのか楽しみです。さあ問題です、どうぞ。国民総需要のことをアルファベット3文字で。白の方。その通り。お見事正解です。白の方、さあ何番。21番に白が点灯いたしました。見事角をものにされましたが、さあ参りましょう。相馬さんよろしく。元も子もなくなるという言葉がありますが、この赤の方、その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。6番に赤が点灯いたしました。さあこういう形になったが、続いては音楽の問題です、どうぞ。今からお聞かせする曲のタイトルは何でしょう。分かったところでお答えください。赤の方、その通り。お見事正解です。赤の方、さあ何番。16番飛び込んだ。11番の緑が赤に変わります。さあ他の方頑張る。次の問題です。小説春や詩集若菜集。赤の方、その通り。よくご存知でした。赤の方、さあ何番。10番に赤が点灯いたしました。はい、そういうことです。赤の方、目下のところ好調ですが、さあ問題です。スーパーモデルでエクササイズビデオパーフェクトフィットを日本。赤の方、さあお立ちいただきます。他人のこの問題です、どうぞ。加速度の単位ガルはある科学者の名にちなんでいます。白の方、その通り。お見事正解です。白の方、さあ何番。9番に入った。13番17番の赤が白に変わります。赤の方、あと一問のご辛抱、この問題です、どうぞ。昔鍛えた腕前に今も自信のあることをある道具の名前を用いて昔取った何というでしょう。緑の方、その通り。よくご存知でした。赤の方、お戻りください。そして緑の方、さあ何番。8番に緑が止まります。さあどういうことになるんでしょうか。4人揃ってまいります。問題よろしく。雲のスズメと書くとヒバリです。では金の糸の。赤の方、その通り。はい、結構です。まさにその通り。赤の方、さあ何番。
15番いった。9番の白が赤に変わった。リードを広げましたが、このまま行くのか。次の問題どうぞ。熊本県植木町にあり、西南戦争では戦場。赤の方。その通り。よくご存知でした。赤の方。さあ何番。18番。おや、そこに入られましたか。さあ他の方頑張る。次の問題です。主に日本海で取られ、地域によってはオスを越前ガニ、松葉ガニ。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。20番。そこを取ったか。残るパネルが6枚ということは、あと1問でアタックチャンスに入る可能性が十分にあります。慎重に参りましょう。問題どうぞ。武蔵野、忘れ得ぬ人々など。赤の方。その通り。よくご存知でした。赤の方。さあ何番。25番に赤が止まります。さあ角に入られたわけですが、さあここでアタックチャンスの問題です。このアタックチャンスで流れが変わるのか。それでは参ります。アタックチャンス。憲法に内閣総理大臣は内閣の統一を確保するために国務大臣を。赤の方。その通り。さあアタックチャンスを手に入れられたわけですが、どこに入れてくるのか。まずは何番。24番に赤が点灯いたしました。そしてアタックチャンスの狙い目は何番。21番。なるほど、そういう作戦できたか。さあアタックチャンス後の問題は大切です。参りましょう。相馬さんよろしく。9月11日は東京の上野と新橋の2つの駅に街頭で我が国公衆電話第1号が取り付けられた。白の方。その通り。よくご存知でした。白の方。さあ何番。14番に白が点灯いたしました。さあこういう形になったが、これからが勝負の分かれ目です。残るパネルは4枚。大事な問題です。行ってみましょう。金辺に秋と書いて桑と読みますが、魚辺に秋。赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。19番に入った。14番の白が赤に変わった。赤の方。目下のところ好調ですが、さあ問題です。東京ジャップというバンドのドラマーで、バンド解散後はテレビや FM の DJ として活躍しているのは。緑の方。その通り。はい、結構です。まさにその通り。緑の方。さあ何番。21番に緑が点灯いたしました。さあ角に入られたわけですが、この問題です。どうぞ。キリストの復活を祝う復活祭は春分の後の、ま、赤の方。その通り。お見事、正解です。赤の方。さあ何番。
23番に赤が点灯いたしました。さあご覧いただきましょう。残るパネルが1枚。どうやら決まってしまったようですが、最後の問題になるのか、相馬さんよろしく。刈り取り機と脱穀機を兼ねた赤の方。その通り。よくご存じでした。赤の方、ラストコール。22番に赤が止まります。ボード上をご覧ください。赤の方、アメリカ旅行挑戦権獲得、おめでとうございます。お見事。せっかく優勝されたのですから、アメリカ旅行にいらしていただきたいと思います。はい、今日はある国の名前をお当ていただきます。このパネルの取り方は文句ないでしょう。アメリカ旅行獲得なるでしょうか。ある国の名前 VTR スタート。その国とは。その通り。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ここで皆さんと一緒に確認してみたいと思います。アメリカ旅行いらしていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。アメリカ旅行を獲得したことをお伝えして、それではさようなら。スタッフ20号